皆さんおはようございます。カンボジアからのメッセージ4日目です。今日も求めなさいのところからお話をしたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。これは求めるならば与えられるという言葉です。求めないならばこれは与えられません。ですから求めるということは重要な意味合いを持つのですね。で、私が、今の教会の開拓に導かれしばらく経った時に結婚して、長男が生まれたんですね。そしてその長男の生まれる 前に神様はこう言われたんですね。12月に長男を生まれたんですが、7月夏に家族とを連れてチームでギリシャのパトモスに行きなさい、こういうふうに言われました。それでですね、その話を聞いてちょっと私は思ったんですね。それは無理だなと思ったんですね。なぜ思ったのかっていうと、私の給料の10倍かかったからです。家族でパトモスに行き、まあ、3週間ぐらい結局は行ったわけですから10倍かかったんですね。それでですね、まあ、神様がそうは言っておられたんですが、私はですね何のアクションもしませんでした。で、祈ることもほとんどしなかったんですね。どうして祈ることをしてなかったのかって言ったら無理だと思ってたからです。そうしましたら、ある時聖霊様が語られたんですね。あなたは祈ってませんねって。で、私はねすぐその時悔い改めました。そしてねちゃんと祈ることにしたんですね。どうぞ神様、パトモスに行くことができますように、家族でチームでパトモスに行くことができますように、こういうふうにお祈りいたしました。で、そうしましたらですね、12月の末に息子が生まれたんですが、その時に聖霊様がこう言われたんですね。あなたの給料の全額を A さんに献金しなさい、こう言われたんですね。どちら最初はそれはもう気の迷いかと思いましたね。ついに怒りが浮かんできました。で、うちの家計というのは自転車操業ですからですね、全額捧げたら飢え死にですよね。神様は一体何を持ってるのかと、私はね怒りさえ感じてきたんですね。しかしですね、その全額を捧げなさいという神様の言葉がね私の胸をついてくるのです。それでいろんな方法を持って逃げようとしたんですが、逃げ道を塞がれてしまったんですね。それで考えたのは、当時よく牧師の方々が奥さんはケチであるというね説教をしてたんですね。で、それを思い出してですね、それならばうちの奥さんもケチだよと、でもし給料の全額を献金するって言ったら絶対反対するに違いないと。で、その時にですね、うちの妻が反対するのであなたに従いたいと思うんですが、できませんって言えるなと思ったんですね。それでですね、私の奥さんにそのことを言ったわけです。そしたら予想外の返事が返ってきたんですね。主から来たことは従った方がいいと。頭きましたね。一体何を考えてるのかと、生活をどうするつもりなのかと、そういうふうに私は思ったんですね。しかしね、それで完璧に追い込まれてしまってですね、それで私はですね、給料の全額をね献金したんですね。こんなに頭にきて献金したことはありませんでした。そしてね、1週間以内にうちの家計は干上がるぞと、そうなったらもう神様に何の文句を言ってやろうかと、そういうようなもう閣下した思いでですね、私は献金したんですね。そうしましたら不思議なことが起こりました。いろいろなところからお金が送られてきたんですね。
まあ、お金の内容は長男が生まれたので長男の誕生祝いということでいろんな方々がお金を送ってくださったんですね。そしてその月ですね、最後に至るまで足りないということは一度もなく、しかもね、いつもよりたくさんのお金が来ちゃったの。でたくさんのお金が来たので余りで税金払ったことです。で主を称えます。主はですね、全てのお金を支えてくださったんですね。先生、その時神様はこう言われたんですね。何かと言いますと、パトモス行くためには私の給料の10倍かかったんですね。で神様はこう言いました。パトモスの費用の10分の1をあなたに捧げさせた。あなたはそのお金を捧げたので、その10倍をあなたに与えよう。あなたは家族とともに、またチームとともに夏にパトモスに立つと、こう主は言われたんです。そしてですね、確かに神様はその10倍を与えてくださり、そしてですね、私は家族とともにパトモスに立つという、そのことが起こりました。まあ、この後にいろいろな神様の技が起こるわけですけども、その最初の働きがその中で起こってきました。神様は生きておられます。従うとき主の栄光と技を見ます。神様は確かなお方であることを覚えておいてください。それではこれで今日のお話を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。